ダイトエルブ因子、または、ハーゲマン因子は、結晶のタンパク質である。セリンプロテアーゼに分類される、酵素大子や因子の酵素潜具体である。人では、ダイトエルブ因子は、F12 遺伝子にコードされる。人の、トエルブ因子は596アミノ酸長で、重砂と軽砂という2本の鎖が、ジスルフィド結合で連結された構造をしており、約80桁である。 重ュは2つのフィブロネクチン型ドメイン、2つの EGF 様ドメイン、クリングルドメイン、プロリンディッチ領域を含んでおり、軽イはプロテアーゼドメインを含んでいる。近年、重ュのフィブロネクチン外型ドメイン EGF 様ドメインの構造が X 線結晶構造解析によって解かれた。エルブ因子の軽イの構造は不活性状態と阻害剤に結合した。 活性化状態が決定されている。ダイトゥエルブ因子は肝臓で産生される。ダイトゥエルブ因子は血液凝固化スケードの一部をなし、インビトロではダイクシー因子とプレカリクレーンを活性化する。ダイトゥエルブ因子自身はガラスなどの負に帯電した表面によってダイシア因子へと活性化され、これが内因性経路の開始点となる。ダイトゥエルブ因子は実験室での研究で、 血液凝固カスケードを開始させるためにも利用される。血液凝固カスケードインビボでは、ダイトエルブ因子は、ポリアニオンとの接触によって活性化される。活性化された、血小板は、ポリリン酸などの無機ポリマーを分泌する。ポリリン酸との接触は、トエルブ因子を活性化し、血栓形成に、重要な内因性経路を介して、フィブリンの形成を開始する。ホスファターゼによる、 ポリリン酸の標的化によって、マウスでは活性化された結晶板の凝固促進活性の干渉が見られ、結晶板によって誘導される、血栓形成が阻害された。ヘルマンスキーパドラック症候群の患者で見られる結晶凝固の血管は、ポリリン酸の負荷によって回復し、このことはこの向きポリマーが、インビボでの内在性第11部因子の活性化因子であることを示している。 結晶板のポリリン酸に行って駆動される第12因子の活性化は一次死血から二次死血への接続を担う。第12因子の遺伝子は5番染色体の長腕の先端に位置している。第12因子血膨症は常染色体で性遺伝する希少疾患である。他の凝固因子血膨症とは異なり、第12因子血膨症は完全に無症候性で、 過剰な出血を引き起こすことはない。しかし、第12因子の遺伝子を結出したマウスは、血栓形成に対する感受性が低い。このタンパク質は、血管壁損傷の最初の閉塞よりも、血栓形成の後期の段階に関与しているようである。第12因子は、インビトロでの活性化部分トロンボプラスチン時間の測定における、血栓形成に重要な役割を果たす。 第12因子欠乏症患者では、活性化部分トロンボプラスチン時間の顕著な延長が、見られ、通常血友病 A、血友病 B、第12因子欠乏症で見られる以上に延長される。そのため、第12因子欠乏症に関する主要な懸念は、不要な検査、ケアの遅れ、不安などであり、通常ではない実験室での結果によっても促される。これらはすべて、 その遺伝形式も含めて、他の内因系の因子、プレカリクレーンと高分子キニのンにも当てはまる。第1 2因子は、プラスミのンを、活性型で、繊維素溶解性のプラスミンへ転換する触媒の一つである、ため、静脈血栓促線症のリスクを高める素因となる、可能性がある。第1 2因子は、エンドトキシン、特にリピド A によっても活性化される。 37歳の鉄道製道主、ジョン・ハーゲマンは、出血症状がないにもかかわらず、彼のルーチンの術前血液資料が、試験管内で、凝血時間の延長を示した。このことから1955年に、第11因子が発見された。その後、ハーゲマンは、血液学者、オスカー・ラトナフによる検査が行われ、ハーゲマンはこれまでに同定されていない。 凝固因子を欠損していることが判明した。ラトナフは、ハーゲマン因子欠乏症を有する関係者を調査した後、それが常染色体で性遺伝する異常であることを発見した。逆説的なことに、ハーゲマンは1968年に、業務上の事故の後に、肺血栓則栓症のために死去した。その後の症例研究と臨床研究によって、 第12部飲酒欠乏症と血栓症との関係が示された。ありがとうございます。